はい、今回は沖縄そばのつけ麺を食べる。はい、今回紹介するのは、金乳そば、金に月って書いて、金月って書いて、金乳そばなんですけど、この金乳そばが、今沖縄県にはこう、3店舗あって、そのうち、沖縄そばのつけ麺が食べれるっていうので、女店だけが、この3店舗のうち女店だけが、沖縄そばのつけ麺をやってるってことで、とっても、混んでるお店なんですけど、今回は、そこを紹介したいと思います。来てこうどうすか先輩。ビビすいません、あのなるほどね、美味しかったっすね。美味しかったっす、はい。11時から16時まで、あと時間帯とあれもちょうどいい、ちょうどよかったっす、はい。さっといって、あ、こんな広いんですね駐車場は。はい、というわけで、金乳そばの沖縄そばのつけ麺、初めて食べたんですけど、沖縄に移住して11年で初めて食べたんですけど、とっても美味しかったです。このお店は本当いつ行っても、混んでるんで、時間帯は絶対ずらした方がいいですね。ずらさないと食べれない。うん、食べれないというか、なかなかお店に入れなくて待ち時間が長くなってしまうので、ちょっと時間をずらして行くことをおすすめします。